男性が寝言で名を呼んでしまうほど恋しいと思う女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは。飛行機の中で寝言でレジ袋をくださいと言ったら、隣の席の人からビニール袋をもらったことがある小川健二です。このチャンネルでは、人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性がいつも考えてしまう女性、頭の中から離れない夢にまで見てしまい、寝言で口にしてしまうその名をと思ってしまう女性にはどんな特徴があるのか、今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介させていただいた話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にリンクが出ています。そちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が大変混み合っていて、ご希望の日時のご予約少し取りづらくなっています。先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで、今日は男性が寝言で名を呼んでしまうほど愛しいと思ってしまう女性の特徴ということで、代表的なものです。7ついきたいと思います。その1の1つ目はこちらです。はい、関係がね、不安定なお相手ですよね。その関係がまだ付き合ってるのか付き合っていないのか、あなたの気持ちをがっつり掴んでいるのか掴んでいないのかよくわからない、あなたの気持ちがはっきりとまだ見えない、その状態だからこそ彼はあなたのことをいつも考えてしまうんです。もしくはね、もう関係出来上がってるんだけど、あなたがね別れようとしてるんちゃうかなとかね、あなたがあれ他の男と仲良くしてるぞ、ひょっとして俺捨てられるかなんていうふうにこう不安になってる時なんかもそうですよね。彼にとってはその関係が不安定であるほどにお相手のことを考えてしまう。なぜならば男は常に追いかけていたいから、追いかける対象が逃げようとするとやっぱりね追いかけるモードに入っていくんですよね。だからいかにしてあなたを掴んでおくか、あなたをいかに捕まえるか、そんなことをしょっちゅうしょっちゅう考えてしまうから、常に夢の中にまであなたが登場するような事態になってしまうんですよね。ここはね、男女の違いという問題でもあるんですけど、もちろん個人差はありますけどね、女性は関係が出来上がってから初めてねその人のことを四六時中考えるようになっていったりするんですけど、男の人は関係が完全に出来上がってしまうと逆にね気持ちがちょっとこう下がっていくというか、あんまり考えなくなっていってしまうことがある。先日もねこんなお話の中でちょっとご紹介差し上げたんですけど、男の人がねこう付き合うと会わなくなるみたいなね、付き合うと連絡しなくなったり放置するって一体何なんだっていう話は、こういうことなんだみたいな話ね、こちらでご紹介差し上げてます。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんで、この辺りの話ちょっと参考にしていただいたりとか、関連する動画は他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだけど、その関係がやや不安定というかね、あなたの本心がよく分かんないぞ、どういうことだこれというふうに彼を悩ませるような状態を作ってあげていただくと、それがいいか悪いかっていうね議論はそう当然あるんだけども、それちょっと横に置いといて、不安定だからこそあなたのことを四六時中考えて愛おしいと思って寝言であなたの名を呼ぶようになるという、そういうお話でした。さあ、そして2番目こちらです。はい、1番目の話に関連するんですけど、望み通りにねなかなかいかないというか、結果がねなかなか思った通りについてこない、そこにいろんな障害があったり障壁があったりする場合もそうなんです。あなたとお付き合いをしたいな、あなたと会いたいな、あなたとご飯行きたいな、小さなことから大きなことまで、なぜそれが思い通りにならないのかということに対して不安や不満募ってくるんです。そして思い通りにいかないから関係そのものがあれこれって大丈夫なのかなというような、これもまたね不安につながっていく。だから何とかしてねこの状態を打破しなければいけない。いや会いたいけど会えない、これ一体どういうことなんだ。それはあなたが会おうとしないからなのかもしれないし、お互いね時間がなかなかタイミング合わないからなのかもしれないし、なんか一緒にご飯食べ行こうと言ってもそのね食べたいご飯がそれぞれ違いがあるからかもしれないし、お店が休んでたからかもしれないし、いろんな事情があるでしょうと。ただこうしたいと思ったことがそうならないことに対して一体どういうことなんかと、この
こんなことをねちょっと続けているとますます関係が不安定になってしまうんじゃないか、いやちょっと彼女に嫌われちゃうよ、別に俺なんかしてるわけじゃないんだけどどうしようというような、まあ、そんな不安感や心配だからこそあなたのことを考えるということ、それがね、まあ、適度な距離感というところにつながっていったりもするっていうことはある。まあお互いね男女の関係だから、まあ、いろんな事情があってね、そのいろんな事情がお互いの間をね適度にまあスペース空けてくれるから、まあ、特にアラフィフ以上の男女の関係はねうまくいくみたいな話も先日ちょうどねこんな動画でご紹介させてあげたんで、まあ、こちらも合わせてご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていてねこちらに先がある、まあアラフィフ以上の方はねちょっとこちらを参照していただければいいんだが、まあ、なかなかうまくいかないからこそあなたのことを考えてしまうということは、まあこれはね女性もあると思うんですが男性はね特にその傾向が強いというそんなお話でした。そして3番目こちらです。はい、とはいえですね期待できるんですよね、まあ、あなたとの関係に不安や心配もある、あなたの気持ちがはっきりよく分かんない、お互いの間に障壁があってねなかなか望み通りにはならないよと、だけどもこれを乗り越えればね、なんとかあなたの気持ちを引き止めることができるんじゃないか、なんとかこの問題を解決することができれば望み通りになるんじゃないか、そんな期待感があるからこそあなたのことを考えられるんです、完全にねあなたの気持ちがはっきりしていて、いやあんたとはお付き合いしたくありませんっていうふうにシャッターガラガラって閉められていれば、まあそれ以上頑張ってもしょうがないからもうあなたのことは考えないんですよね、また、ねまあ、いろんな問題があるにしろもう多分未来永劫会うことはできないよねっていうふうに決まってしまったら、じゃあもう頑張っても無駄かということでそこで心折れてねあなたのことも考えることがなくなってしまう。でもまあ今ちょっとお互いの間ギクシャクしてうまくいかないけど、まあ、時間が経てばうまくいくんじゃないか、あなたに対して、まあ、もうちょっとね頑張って、いろんなアプローチをするとこっち気持ち向けてくれるんじゃないか、関係がっちりとね今不安定なものも固められるんじゃないか、そんな思いがあるからこそあなたに対してまあ、強いねこう、まあ、積極的な愛情を持つことができる、その愛情がねあなたを愛おしい、あなたのことは恋しいという気持ちになっていくんです、まあ、だから、まあ、1番目2番目に言ったようにね多少関係が不安定であったりとか2人の間に、まあ、障壁があったりはするんだけど、でもそれ頑張ってくれたら私あなたとお付き合いしたいんだよねとかね、まあ、今ちょっと大変かもしれないけどでも私別にあなたのこと全然嫌いじゃないよ、私ね全然扉開いているからいつでも植えるかも、でも時々間に壁があったりするからそれは乗り越えてきてねみたいなことを、言い方の問題はありますよ、言い方の問題はあるんだが、そういう、まあ、アプローチというか見せ方コミュニケーションの取り方をしてあげていただくと、まあ、彼はねその期待感を抱きながら障害を乗り越え、そしてあなたの気持ちをつかもうとしてあなたのことを常に考えるようになる、だから寝言でねあなたの名を呼ぶようになってしまうんです。さあそして4番目こちらです。はい、まあ、これは日常の関わりの問題ですね、感情をねシェアできるような関係が出来上がっていること、この場合の感情というのは喜びであるとか、まあ、時に悲しみ時に怒りであってもいい、人は自分の感情を誰かとシェアしたいんです。その感情を誰かとシェアすることによって時に増幅させたりとか時にそれを沈静化させたりすることができる、誰かと一緒にね悲しみをシェアすることによって悲しみを少し落ち着かせることができることもある、喜びを誰かとシェアするからその喜びはもっともっと大きくなっていくこともあるし、怒りをね誰かと共有するからこそその怒りを鎮めることもできたりするわけじゃないですか。そういう時にね誰なのかその相手が誰なのかと言ったら あなただっていうふうに、まあ、思ってもらえるような関係性ができてると、まあ彼がうわムカついたとかね、やったとかねこういろいろ思うことがあったりするじゃないですか。その時にこの気持ちを誰とシェアしようか、その時に考えるのはやっぱりまず一丁目一番地であなたのことなんですよね、嬉しいことがありましたっていうことだけじゃなくてね、おなんかねサッカーここが勝ったぞとかね野球こっちが勝ったっていうそういう些細な喜びとか、まあそうね、インターネットでこうニュースなんかを見ててさちょっとこれは腹立たしいなっていうことがあった時にちょっとねなんとかさんとシェアしようみたいなことでこう連絡をしてみたり、その時に常にやっぱりあなたがいる、常にあなたのことが頭の中にあるから彼はねやっぱりこう気持ち落ち着けてもう本当にね、寝ようかなと思って眠りながら心の奥底でねムクムクと起き上がってくる、ムクムクとイメージが湧いてくるのはやっぱりあなたになっていくんですよね。だからあなたの名を呼んでしまう、あなたの名が寝言で出てくるようになってくる、まあここはだからね今申し上げたようにある程度こう日常の抱えの中であなたと彼との関係性がね、まあ、そこまで出来上がっていればという前提ではあるんだけども、まあ、そういう関係性つまり感情をシェアできるようなね関係性を作ってあげていただくと、まあそれはね男女の関係になってるなってないに関わらず大体そういう人のことってみんなね考えますよねっていうそんなお話でした。さあそして5番目こちらです。はい、
関連するものにね触れた時ですよね、まあ、これは男女関わらず人はみんなそうなんですけど、自分の記憶の中からね何かを思い出す時にその引き出しがあって、その引き出しの前にラベルがあって、そのラベルを見ることによってその記憶を思い出すんです。つまり引き出し開けての中のものを見ようとする。ラベルに何が書いてあるか、ラベルをどんな機会に見るかという話ですよね。ふとしたきっかけでそのラベルを見る、だからその引き出しの中を見る、まあ、ふとしたきっかけでね、例えば水道が壊れてました、その時にあそうだと思ってそれがきっかけとなって、ラベルはどこにあるかっていうと冷蔵庫に貼られているマグネットだったりするわけじゃないですか。そこで水道工事屋さんに電話しよう、あここに電話すればいいんかなんていうね話になっていく。そのきっかけとして彼の身の回りに、あなたに関連する何かが置かれていると、まあ、それを見た、それに触れた時にあなたのことを思い出すことがある。それは物質的な、ね、ものでもいいと思います。例えばね、彼と一緒にどっか旅行行った時に買ったお土産的な何かということでもいいかもしれないし、まあ、あなたがね彼にプレゼントした何かということでもいいかもしれない。それ以外にも物質的なものではなくてね、あなたが彼に伝えた何か、例えばまあ、こんなお話もねよく差し上げるんですけど、いや私この間飛行機の中で寝言でねレジ袋くれって言ったんよ、そしたら隣の人が袋くれてねみたいなね話をするじゃないですか。そうするとね、彼がレジ袋を見た時に、あそういえば彼女なんか寝言でレジ袋って言ってたらしいななんていうふうに、まあ、そこでレジ袋が引き出しになってあなたのことを思い出すこともあったりする。まあそのねコミュニケーションの仕方というか、彼の心に何を植え付けていくか、彼の身の前にどんなものを置くかっていうのは、それはあなたと彼との関係性によっていろいろ違いはあるとは思いますが、まあ、そういうね記憶の引き出しになるような、何かっていうのをあなた彼の身の回りに置いといてあげていただいて、彼の記憶の中にねちょっとしたラベルをつけてあげていただくと、あなたのことを思い出すようになり、そしてあなたのことを思い出すからこそ、あれ彼女がどうしてるのかな、彼女なんか俺のことを考えたりしてくれてるかなと思いながら、本当に寝言であなたのことを言うようになるという、そういうお話です。さあそして6番目こちらです。体の相性がね、いいということ、まあ、この場合は、まあ、性的な相性ということもそうだし、まあ、それ以外ですね、まあ、匂いとか、まあ、肌触りとか、まあ、そういうことも含めてやっぱり心落ち着くような関係ですよね。まあ、例えば性的な関係であれば、まあ、人肌恋しいな、その時に誰を思うかって言ったらやっぱりあなたのことだったりもするし、人肌じゃなくてもね、やっぱりこう心落ち着く何かを誰かと共有したいな、まあ今言ったように何かねこういい香りのもの、まだ、いい味のもの、その人にとってね、味覚が合うような人、香りに対しての感覚が合うような人と、まあ、時間をシェアしたいなと思うことがあったりとか、まあ、性的な問題からそれ以外五感全体を通じての体の相性というところが、まあ、合っていると、やっぱりその時その時ね自分のこう体の状態とか心の状態、このバランスを取る時に誰とそのバランスを取りたいか、やっぱり彼女だよなというふうに、まあ、思うことがありますよねという話、まあ、体の相性うんぬんという話はね、まあ、性的な問題の、体の相性についてはこういう、動画で過去ご紹介差し上げているので、こちらをご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたりで、まあ、彼と体の相性がいいなというふうに、まあ、あなたが自覚していて、彼も日頃ねそう言葉にしてくれているか態度にしてくれているかわからんけど、まあ、そう感じてくれているようであるならば、まあ、彼は常にあなたのことを考えているし、あなたのことを夢に見るほど、そして寝言で言うほど恋しいと思っているんじゃないでしょうかというお話でした。さあそして最後7番目です。はい、まあ、最後はねいつも通り身も蓋もない話なんですが、全面的に授与をしてくれるお相手のことはそれはいつも考えるよねという話ですよね。まあ、四六時中とまでは言わないにしても、やっぱり最後の最後誰のところに帰りたいかって言ったら、やっぱり自分を受け入れてくれる人、自分を絶対に否定することがなく、最後の最後本当に俺が帰るところってどこだろう、あやっぱり彼女のところだって思えるような人のことはさ、やっぱり常に心の奥底にあるから、常にね思い出す機会も多いし、常にやっぱり寝言でね、まあ、あなたの名前を呼ぶことさえある。それは男女逆にしてもそうですよね。あなたもねやっぱり私が帰るところってどこだろうと思った時にはやっぱりあ彼のところだと思うと、やっぱりその人のことは一番恋しいと思うでしょうし、じゃあその人ってねどういう人かったら、やっぱりあなたを絶対否定をしない、まあ、多少ね、まあ、いさかいめいた何かがあるかもしれないし、誤解やすれ違いみたいなことがあるかもしれないけども、最後の最後は私この人のとこ帰っていくんだよねっていうふうに、まあ、思う人がいればその人のことやっぱり考えますよね。それは男の人もそうで、やっぱりそういう思いを持てる人かどうか、全面的に受け入れてくれる、絶対にね否定することなく、絶対に門前払いすることもなければね、まあ、ケツを蹴飛ばして追い出されるようなこともないと、まあ、いうことであれば、まあ、そこに行きたいなというふうに思うので、もちろんこの場合の需要というのは何でもかんでも言いなりになれということではなくてね、まあ、時にしかり、時にまあ導き、
まあ、時にね、まあ、衝突もあってもいいと思うんです。だけど最後の最後は私受け入れるよ、そんな風なね、思いを、まあ、彼に伝えてあげる。そして、まあ、そういう関係が出来上がっている人のところには必ず帰っていくし、まあね、言ってみれば、ね、男性にとってみれば母親であり、母親であれば、まあ、父親みたいな人のところにね、やっぱり帰って行ったりするじゃないですか。そしてそういう人のことっていうのは今言ったように心の奥底にね常に存在しているので、まあ、夢にね見ることもあるでしょうし、まあ、寝言でね名を呼ぶこともあるのかもしれません。なので、まあ、日頃から彼との関わり方、私は絶対にあなたを裏切らないし、私はあなたを受け入れるよっていうような、まあ、そんな姿勢ですね。まあ繰り返しますけど、別にそれで都合のいい女になるっていう話じゃないですからね。お互い対等の立場でね、もちろんだからあなたも彼に同じことを求めてよく、お互いがそういう関係を作ることができると、まあ結果的にね、お互いがお互いのことを夢見て、そして寝言で呼ぶような関係になれるんじゃないでしょうか、というそんなお話でした。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。もちろんこれに限った話ではなくて、細かいことを挙げていけばね、まあいろいろ他にもあるんでしょうけど、まあ前半部分ではね少し心を揺さぶるようなお話、そして後半部分では、心の安寧をね、まあ、お互いが得られるような関係づくりみたいなお話をさせていただいています。まあ、そういう意味でのこう刺激と安定みたいなものが、まあ、両方あったりするとね、まあ、その関係って、まあ、男女ともにですよ、いい関係を作っていくことができるのではないか、そういう意味での心の作り方というかね、心の整え方みたいなお話はこういうセミナーの中でより詳しくご紹介もさせていただいています。潜在意識をね使って、まあ、望みのものを手に入れるためにはどうすればいいか、自分自身をね、どういうふうにこう思い通りに動かしていくかみたいなお話、こちらに画像が出ていて、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ているので、まあ、この辺り日程場所ご都合よければね遊びに来ていただければいいんだが、まあ、今お話差し上げたようなね、7項目、まあ、彼との関わりの中で、まあ、ちょっと使えるところはね使ってみていただくようにしていただくと、まあそれはね寝言であなたの名も呼ぶか、恐ろしい夢を見て寝言で呼ぶのではなくて、すごくね癒される夢を見て、恋しくてあなたの名を呼ぶというような関係を作っていくことが、まあ、このあたり参考にしていただくとできるのではないかと思うので、使えるようになれば使ってみてください。現場からは以上です。